乾杯。お疲れ様です。バーバラリンです。マーティーです。モモです。はい、今日なんですけど、今人気のアサヒスーパードライ生ジョッキ缶レビューしていきたいと思います。はい、ただ普通に撮ったんじゃつまんないんで、バーならで飲んでる風に撮ってみました。それではご覧ください。どうぞ。いらっしゃいませ。バーマナーへようこそ。え、めっちゃいい雰囲気じゃない？ねえ、ドラム缶すごいおしゃれ。ねえ、おしゃれ。いらっしゃいませ。どうぞ。ありがとうございます。何飲むか。どうも。何飲みますか？どうしようかな。おすすめありますか？おすすめあります。今人気のアサヒスーパードライ生ジョッキ缶ってご存知ですか？ああ、なんか最近みんな飲んでますよね。泡出るやつですよね。そう、泡出ます。温度によって泡の出方が変わってくるんですけど、うん、今ちょうどキンキンに冷えたのと常温のがあるんですけど、よかったら飲み比べしませんか？いいね。したい、ね、お願いします。お待ちします。はい、どうぞ。はい、すごい、めっちゃキンキンに冷えてる。え、本当だ。開けてみていいですか？どうぞ。おお、いい音。音がすごい。そうですね。泡が、でもあのキンキンに冷えてる。キンキンに冷えてるね。まあ、そうだね。ちょっとあの泡出てこないです。すごい。でも、でも泡だんだん出てきたんだけど。本当だ。すごい。温めたからね。あ、そういうこと？手で温めると出てくるって言いますよね。あ、そうなんですね。ちょっと温める。浮かんできた。おお、え、すごい。あ、横から見るとすごい。え、盛り上がってる。本当だ。来てる。さあ、会場盛り上がってまいりました。え、すごい。本当に出てくる。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 え、本当に。え、すごくない？すごい。え、すごい。え、一緒に温めよう。めっちゃ丸くない？やばいやばい。玉みたいなので。え、すごい。これすごくない？すごい。美味しそう。かわいい。え、すごくない？すごい。これはすごい。まさかこんな出るとは思わないですよね。常温の温も出してみますね。え、うん、でもこれでこんだけちょっと温めただけで出るわけじゃん。そう、相当だよね。うん、浮き出ちゃうんで、じゃあの上で開けてください。常温です。え、本当に常温ですか？常温です。え、いい、開けて。うちやってやって。え、どうしよう。うお、うわあ、やばい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 。本当だ。うお、うわあ、やばい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 。すごくない？こんな違うんだね、甘さが。すごい、勢いが違ったね。え、よかった、お皿に2本。本当だね。うん、ちょうどいいお皿だったね。さすがですね。ちょうどいい、サイズ感ぴったし。キンキンのと比較してさ、でもやっぱキンキン温めちゃったから。でも泡が細かい。うん、キンキンのやつ ね、 ね、全然違う。全然違う。美味しそう。あ、めっちゃ軽い。すごい出た。狙ってすごい出た。ほんとだ。ほんとだ。めっちゃ軽い。結構なくなってる。でも泡がさ、この数が全然違うみたいな。うん、え、分かるか。こっちがキンキン、こっちが常温。さあ、飲みましょうか。どっちがない、どっちを飲むかっていう。じゃあ、店員さんが後ろでこう右か左か持って、うん、で、右って言うの。はい、せーの、右、右、右手、はい、右手、はい、左手。いい？いや、
絶対常温じゃん。やったぜ。じゃあレビューしていきましょう。お疲れ乾杯。レビューしていったんですけど、本当美味しかったよね。うん、美味しかった。泡がすごいきめ細かくて、なんかめちゃくちゃクリーミーだった。うんうん、すごい考えた人ね、すごいよね。すごいよね。本当に。なんか個人的にはすごい泡が吹き出るのがめっちゃ面白かった。あ、楽しかった。うんうん、やっぱ温度によってね。泡が吹き出るとは思わなかったけど。吹き出すぎたけどね、手で温めて泡がすごいさ、わーって出てくるのすごいよね、温度なんだなって。はい、
い、こんな感じでこの動画が少しでもいいなって思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、どうかこの通り、どうかどうかこの通りよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。ラビエス DJ。